高い位置を左サイドバックの野戸が取りますが、おっと戻しを狙っていました。お高い行った、チャンス、これは1対3のカウンター、決まったか。見事な鷹の粘り。壊して、あの後半で、ね、あれか、あれか、あれか、タクヤさんがもう今世紀最大のチャンスを放つ。ウィナーズ一の最大の今までは梅ちゃんの鹿島学園さんのシュートがそれって言われてたんですけど、それを上回る。確かにあれはやったな。伝説のシュート、タクヤさんが無人超近距離横パスを外したんで、まあ、難しいんですよ、あのシュート。確かにあれ難しいよな。でも11の状況であれ外してますから。あれはちょっとね、あれ決めてたら言うたら2-1になってますから、流れが違ったな、また変わってますから、っていう事件の裏側で、さらに事件がありました。はい、ありましたね。そのシーンで、裏に抜けたタカが相沢とバーンなって、相沢がぶちこけて、あったその高谷さんが外した後も倒れて、倒れた。で、首こうなって、首がこうなって倒れてたから、俺はさすがに後輩だし、ちょっとやばいと思って、駆け寄ったらあいつ笑いながら、あ、首が折れたかと思いました。言ってた。倒れてて。俺もちょっとマジで、あ、ほんまに、マジでごめんなさいって言って、あ、大丈夫って言って。なんか笑いながら、なんか、あ、首が折れたと思いました。やだったな、ふざけてるやろ、ふざけてんだと思って。実はまあ、ちょっと流刑感全開であいつはまたやってたんで、やってたね、面白いなと思って。